皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回こちらの2冊です。左側スマート、そしてこちらムック本、竹置口のエクスクルーシブショルダーバックブック、開封していきます。それではまずはスマートの付録、開封します。はい、開封いたしました。今回の付録はアベーシングエイプお財布機能付きスマホショルダーです。それではご覧ください。ブラックボディにホワイトのイラストプリントされてますね。ゴーエイプ、そしてエイプさんがこちらにいらっしゃいます。でさらにここにタグも付けられておりまして、はい、ちょっと大きめのタグになってますね。素材はポリエステル生地が使われてまして、手触りはちょっとザラッとしたような感触の生地になっております。触っているとカサカサっとちょっと音するような、はい、生地になってますね。で前面のこちらがスナップボタン仕様の収納ポケットになっております。裏側がこっち側がポリエステル生地で、ここが PVC 張りとなってます。で金具がちょっと出っ張ったような状態になります。でスマホはこっち側に入れますので、ここは小物収納という設定になっているようですね。もちろんスマホも入りますので一旦入れてみましょうか。プロシリーズのスマホを入れるとこんな感じです。ちょうどいい具合です。でプロマックスのケース入れますと、あ、なんとか閉じますね。大丈夫です。はい、あとアルフォートには非対応となってますので、このあたりは残念なポイントです。スマホはこちらなんですね。中はこのカモ柄となってまして、おしゃれなデザインです。で、ここはオープンポケットになってますので、スッとスマホが入ります。プロシリーズ入れますと、こんな感じで。で、さらにプロマックスのケース入れますと、はい、これも問題なく入ります。アルフォートを入れるならこちらになるかと思います。でここはちょっとこう横幅も余裕もありますし、こうスーッと入って出し入れできますので、これは便利なスマホショルダーになってますね。続いて裏側見ていきますと、ここにジップついておりまして、ジップ開けていきますと、なんとですね、ここがお財布機能付きとなっております。これはいいですね。ポケット、カードポケットが2つついていて、こっち側に仕切りのあって収納もできるという感じになってますね。でここにお札とか、後でちょっとやっていきますけど、収納スペースがあります。さらにここがメインスペースになってまして、ジップを開けますと、ここの中ですね、はい、こんな感じで特に内ポケットとか仕切りはついてませんけども、収納力がしっかりあります。でショルダーベルトはここで固定されてますので、取り外しはできない仕様です。でサイズ調節はここで可能となってますね。はい、こんな感じで下から見ると、角の部分は、はい、このようになっております。横から見るとこんな感じですね。全体のサイズとしましては、長財布と比較するとこれくらいですね。縦はちょっと小さめですけど、横幅は長財布よりもちょっとあるかなというサイズになってます。それでは収納していきましょう。まず前面のこちらのポケットはティッシュとかハンカチですね、こういうものをまず入れてみましょう。はい、このようにすぐ取り出したいものをここに入れておくといいかと思います。そしてスマホはさっきもやりましたけど、ここにスッと入れておくことできます。でメイン収納なんですけれども、 440ml ペットボトルも入ると記載あるんですけど、そのサイズのペットボトルってあるんですね。ちょっと私用意ができなかったんですけど、 500ml ですと、ギリギリちょっとはみ出すような状態なので、その440だったら大丈夫なんだと思います。あとはですね、お財布機能あるんですけど、ミニ財布だったらこのように入れることができます。その他モバイルバッテリーとかですね、はい、あとこういったコードとかも一緒にケーブルですね、入れたりとかしてメイン収納は収まります。はい、ちょっと入れすぎちゃいましたので、一旦お財布は取ることにして、ここをお財布使ってみますね。でこちらはですね、お札3枚持ってきましたけども、折らずに、ここにスッと入れておくことができちゃいます。こうですね。さらにカードをこう横にスッと入れることできます。2枚入れまして、こんな感じです。はい、あとは小銭なんですけど、10枚くらい、こっち側のこの仕切りのあるここにちょっとね、今入れてみたんですけど、こんな感じで入ります。まあ、小銭とお札のスペースがこう一緒になってごちゃごちゃしませんので、このあたりは嬉しいポイントかと思います。はい、取り出す時も指をこう入れてですね、こうこんな感じでこれくらい手が入りますので、選び取るのもそんなに難しくないかなと思います。はい、ただしですね、これをこう閉めた時に
こうなりますかね。お金がこう、小銭がこう来ますんで、はい、開けた時にですね、ちょっとこの辺までもちろん来てますよね。開ける時はこう、こっち向きにもちろん開ける必要がありますが、立てている間にこっち側にですね、お金が、こぼれてくるという現象は起きるかなというところです。とりあえずそんな感じで収納ができます。はい、それではスマホショルダー持った感じを写していきます。ご覧の通りブラックのかっこいいスマホショルダーバッグになっております。このアベーシムエイプのですね、ロゴもしっかりと入ってまして、タグもついてるんですね。で、見た目正面横から見るとこんな感じで、後ろ側にもジップ収納があって、多彩なこの収納がですね、使いやすいポイントになってます。で、肩掛けしますと、さらに斜め掛けしますと、はい、あ、ちょうどいい具合に腰ぐらいまで来てくれますので、私の場合はちょうどいい感じです。はい、では使い勝手見ていきましょう。まずスマホなんですけど、ここのオープンポケットをスッとこう取り出せますので、スマホの出し入れは非常に楽ちんに行えます。はい、こんな感じで出し入れが可能となっております。で、これ今入れるときちょっとこうなんか当たってるなって感じなんですけども、はい、メイン収納にちょっと今モバイルバッテリー入れましたので、奥の方で出っ張ってて、ちょっとこう入れるときに当たるかなっていうときがあるかもしれません。このメインスペースのすぐ横にこのスマホ収納がありますので、そういった干渉は多少出てくるかもしれません。で、今度こちらのスナップボタンパチッと開けまして、ここには今ハンカチとかティッシュ入れましたけど、はい、小物入れにもぴったりな収納になってます。で、ここにもちろんスマホを入れてもいいと思いますんで、ここに入れとけば先ほど言ったような干渉はちょっと起きにくいのかなとは思います。どちらでもこのスマホが入りますので、そのあたりは使い勝手いいポイントになってきてるかと思います。続いてメイン収納なんですけれども、ジップこのように開けまして、今回はモバイルバッテリー入れましたけれども、あとはミニ、これを外してミニ財布とか入れたりですね、することももちろんできますし、440ml のペットボトルが入るサイズになっております。メインスペースはそれほど間違いありませんけれども、開口部はこれくらい、ガバッと開いてくれますので、はい、出し入れはそれほど難しくないと思います。そして気になるお財布機能の部分なんですけど、使い勝手的にはここですね、ここのジップをスーッと開きまして、今この肩掛けしている状態だと胸くらいまで来ちゃいますので、その場合はこう外してですね、このように使う感じかと思います。で、このようにガバッと開きますので、中のものカードとかはスッと出せますね。あとお札もですね、今折らずに入ってるんですけど、はい、ギリギリのサイズ感になってますので、ちょっとこう一回折って入れてもの方が使いやすいのかなっていう気はしますね。はい、選び出すのは簡単なんですけど、入れる時にですね、ちょっとこうギリギリなところありますので、一つ折っておいてもいいかと思います。で、小銭なんですけれども、はい、ここですね、仕切りがありますのでちょっと見えづらいですが、ここから、はい、100円、10円、500円玉をこう選び取ったりとか、はい、なんとか普通の財布よりはちょっとやりにくいさはもちろん出ますけど、なんとかですね、小銭も入ってお財布機能は十分果たしているのかなと思います。はい、ということでスマホショルダーたくさん出ておりますけれども、その中でもこの機能的な部分はですね、上位に来るモデルになってるかと思います。はい、というわけでアベージングエイプのスマホショルダーおすすめとなっております。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまでアベーシングエイプのお財布機能付きスマホショルダー紹介しました。スマホショルダーはムック本でもいろんなの出てたんですけれども、この雑誌付録値段で、この機能付いてるのはかなりこれはお買い得ではないかと思います。はい、スマートの付録、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは最後に来月号の予告をしておきましょう。来月号はこちらで、アイテム付録つきませんね。はい、初登場表紙&12ページ大特集、佐久間大輔さんの、はい、特集が組まれているということになっております。発売日は1月25日、楽しみに待ちましょう。お待たせしました。続きまして、竹尾菊池のショルダーバッグ開封します。はい、開封いたしました。中にはショルダーバッグ本体とショルダーベルトですね、さらにはこのサッシ入っております。
販売はローソンで販売しておりますのでご注意ください。それでは見ていきましょう。ではご覧ください。正面には TK 竹尾菊池のロゴですね。型押しされておりますシルバーのロゴです。かなりちっちゃな文字になってますので離れていくとちょっと見えにくいかもしれませんね。素材は合皮が使われておりまして、ちょっとこう模様が入ったような、はい、合皮になってますね。で、光の加減でツヤも出ておりますし高級感がありますね。で、この部分がちょっとこう固めなこの形作られたこの板みたいなのが入っていて、すごく型崩れがない固めなバッグになってます。そして前面のこちらにはジップですね。金具もシルバーとブラックですごく渋い印象です。で、ここがマッチのないスペースになっておりますので、ちょっとこう薄いものしか入らないなという印象です。そして裏側見ていきますと、裏面は無地の状態でポケットとかありませんけど、ここも硬い、この形の板みたいなのが入ってますんで、はい、形状はこの四角い形で安定しております。で、上から見るとこんな感じで、横から見るとこうですね。でダブルジップになってまして、ここがショルダーベルトつける D カンで、角の部分もこのような仕上がりで、マチもありますので、はい、この後容量も見ていきたいと思います。で、こんな感じで自立させておくこともできます。でショルダーベルトなんですけれども、幅も広くてツヤもあり、この質感も高いですね。で、ベルトのサイズ調節、取り外しも可能となっております。で、ショルダーを外しておけば、これ単体でポーチとかバックインバッグとしても利用可能となっております。はい、では開けていきましょう。ダブルジップになってますので、でジップのこの動き滑らかで、このあたりの質感もいいですね。で、中のブラックにはやはり美白が似合います。ブラックのバッグいっぱいありますけど、これかなり高級感あると思います。で、中見ていきますと、まず内側ですね、ブラック、中もブラックです。で、このポリエステル生地が、貼られておりまして、仕切りとかないですし、あ、ポケットもないんですね。内ポケットがありません。空間のみとなっております。で、ここに竹尾菊池の、ロゴタグが付けられております。で、開口なんですけれども、ちょっとこう何もしないと狭い感じではあります。で、こことここが板みたいになってて固めなので開きにくいかなって思ってたんですけど、はい、まあ、このようにですね、はい、力を入れてやればなんとか広く広がりますので、物の出し入れはさほど影響しないかなと思います。それでは収納していきたいと思います。まずはお財布入れてみましょう。長財布なんですけれども、長財布、はい、このように入ります。横幅の余裕はこれくらいあります。深さも十分問題ありません。ただこれを入れるともうなんかいっぱいいっぱいになるようなサイズになってます。ですので、このバッグにはミニ財布を入れたいかなと思います。まあ、こんな感じですよね。で、ペットボトルなんですけど、500ミリペットボトルも入ります。入れるときはこう横にして、こう入れて、その上にこうお財布を入れるような状態になってきます。で、このペットボトルを入れて長財布ってなると、これがまた、はみ出して入り、あ、ギリギリ入りますか、ギリギリ入りますが、これでもういっぱいいっぱいといったサイズになってきております。ですので、ミニ財布を入れて、あとはこうモバイルバッテリーとかですね、ケーブルを入れたりとか、あとティッシュとかハンカチもちょっと入れまして、はい、それくらいの容量になっております。で、こちらの前面のポケットの方に、これは間違いありませんので、スマホですね、iPhone のプロシリーズのスマホケースを入れようと思ったんですけど、あ、これ入らないんですね。スマホはもうケースじゃなくて、かなり薄いスマホだったらなんとか入っていくかと思います。で、今なんとか無理に押し込んでみましたけれども、はい、まあ、深さ的にもちょっとですね、本当ギリギリサイズといった感じになっております。はい、で、これまで出たムックボで似たようなサイズは、このカルバンクラインの、はい、このショルダーバッグあったんですけど、これとほぼ同じ外観の、外形のサイズとなっています。で、マチも似たような状態になっております。まあ、これはこう柔らかいポリエステル生地だったんですけど、今回のは固めな合皮になっております。はい、それではですね、ショルダーバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。まず正面から見ていくと、ご覧の通り高級感のある見た目になってますよね。ブラックにシルバーの金具とこのロゴが入っておりまして、高級感たっぷりな印象になっております。で、ロゴもちょっと小さめかなと思いましたけども、
離れていってもなんとなくこの TK の文字は見えてるような感じになっております。正面がこちらで、横から見ると、で後ろ側がこのようになっております。でショルダーベルトは今一番長い状態で設定してみました。幅もしっかりとありまして、かなりこれは質感の高いものになっております。で肩掛けしてみますと、あ、かなりこれ長いですね。斜め掛けしまして、はい、あ、ここまで来ますので長さはもう十分あります。はい、で長さ調節しまして、使い勝手見ていきます。まずはこの外側のここですね、これはスッと開けまして、今スマホをですね、先ほど、ちょっとカメラ押し込んで入れたわけですけれども、薄めのスマホじゃないと入らない収納になっております。今中にペットボトル入れちゃったんで、その膨らみもあってもしかしたら入りにくくなってるのかもしれませんので、この後ちょっとペットボトル抜いてみたいと思います。とりあえず、まあ、そのような収納がありまして、でメインスペースはここジップですね、ダブルジップになっております。でここからはミニ財布取り出したりとかですね、あとはハンカチティッシュ入れたりとか、まあ、その他ペットボトル一番奥入れましたけども、はい、このように 500ml ペットボトルも入るサイズになっております。ただこれを入れますと、もうほぼいっぱいいっぱいになっちゃいますので、ペットボトルとか入れずにミニ財布で、あといろいろ小物入れるみたいな使い方の方がいいかと思います。で今ペットボトル抜きましたんで、この辺りちょっとやっぱり余裕が出ましたね。でスマホを入れますと、はい、このように、それでもちょっとですね、ギリギリな厚みにはなってますけども、ケース付きのスマホもこのように入れることができます。はい、なので、こう、ペットボトル入れてしまうと、この外ポケットはかなり圧迫されるということになってきます。で今、中身取りましたんで、このようにスッと開けて、はい、スマホの出し入れがこのように、はい、行うことが、できます。はい、ですので、この中の容量はそれほど期待せずですね、ちょっとだけ入れる感じで、見た目のこのかっこよさ、高級感重視で、はい、持つのがいいのかなというところですね。というわけで、竹尾菊池のショルダーバッグ、ローソンで販売しておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。お待たせいたしました。それでは最後になりますけど、バッグの正確な容量を測定しておきましょう。それでは本日もご一緒に、ハウメニーブルボン。バッグの容量は6ブルボンです。ブルボン菊池ショルダーバッグおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回はショルダーバッグ2冊紹介してまいりました。アベーシングエイプの方は非常に機能的でですね、多彩な収納がありましたんで、スマホショルダーの中ではかなり優秀な付録になっていたかと思います。そして竹尾菊池の方は見た目の高級感ですね、上品な、まあ、この合皮のデザインということで、はい、まあ、かなり綺麗めなスタイルに似合うバッグになっていたかと思います。まあ、どちらも冬のおしゃれアイテムとしてぜひ使ってみてください。というわけで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回のアイテムいいなと思ってもらえましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。